今日はドルフィンスルーについて解説していこうと思ってます。タヒチとかハワイとかカリフォルニアだったりとかいろいろ行ってすごいドルフィンしまくってきてるんですけど、まあ、そんな中で掴んだコツみたいなのがあって、これやると力そんなにいらないんで、腕力に自信ない人でもこうすごい沈めやすかったりとか、ドルフィンスルー苦手っていう人は参考にしてもらえたら嬉しいです。こんにちは、プロサーファーの川村海佐です。今日はドルフィンスルーについて解説していこうと思っています。でドルフィンスルーって結構皆さん腕の力がすごい必要だなっていう人って多いと思うんですけども、実際はそんなにいらないんですよ。で僕も見ての通り細身で、そんな腕の力に自信ないんですけど、実際コツがあってそれを掴んだら結構うまくやれちゃってます。僕結構海外によく行くことがあって、海外でも本当実際タヒチとかハワイとか、カリフォルニアだったりとかいろんなとこ行ってきたんですけど、まあ、いろいろ行ってすごいドルフィンしまくってきてるんですけど、まあ、そんな中でいろいろ掴んだコツみたいなのがあって、まあ、それを今日はちょっと紹介していければなと思っています。今回はその僕が実際やってるドルフィンスルーのそのコツみたいなのを、4つに絞ってまとめたので、まあ、それを今回は紹介していきたいなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。それではいきます。はい、ではまたまたウェット着替えてきたので、ウェットスーツの状態でやっていこうと思います。いきます。でまず板を持ってきたんで、はい、でまあ、この状態で解説をしていこうと思います。まずポイント1つ目4つ、今日4つ紹介していきたいんですけども、まず1つ目は、ここ手つくと思うんですけど、レールつかんで手つくと思うんですけど、これが両サイド揃っちゃうじゃないですか。ちょっとずらしておくんですよね。もう手のつく位置をちょっとずらすっていう、ちょっとでいいんですけど、僕の場合は結構右が前で左が下になるんですけど、でこれなんでずらした方がいいかっていうと、揃えちゃうと結構沈めにくかったりするんですよ、この状態だと。けど実際これずらすとちょっとこの体重を乗せるバランスがちょっとずれるんで、水の中に沈めやすくなるんですね。なのでまずはこれをずらしてやることをお勧めします。ほんのちょっとでいいんで、この状態をまず作ります。でポイント1の手をずらすっていうのをもうちょいだけ説明したいんですけど、これ多分右が前で、僕の場合右が前で左がちょっと下なんですけど、逆の左が前で右が 下の場合も多分あると思うんですよ。やりやすいっていう人も、まあ、そういう人いたら、全然コメントとかに、僕左前ですみたいなでしてくれると、ちょっと僕もそういうの知れるんで、ちょっとぜひコメント待ってます。で、手のずらすやり方なんですけど、これやるとやっぱり力そんなにいらないんで、こうなんだろう、腕力に自信ない人でもこうすごい沈めやすかったりとかすると思うんで、これちょっと皆さんぜひやってもらって、なんかドルフィンスルー苦手っていう人は参考にしてもらえたら嬉しいです。まあ、これポイント1今説明したんで、もうすぐポイント2に行こうと思うんですけど、このポイント1とポイント2は本当連結してる感じなんで、でこの手を今ずらすっていうのを説明したと思うんですけど、手をずらすっていうのからポイント2は、今度は斜めにボードをこう入れていくイメージですね。で、まあ、僕の場合だったら右が前なんで、まあ、右前で右斜めにこうちょっと浮かしちゃうんですけど、こう持った状態でこう平行にこういくんではなくて、この状態でちょっと前でこういうイメージです。右
右側から水面にこう入れていくようなイメージですね。まあ、多分これ左が前の人だと多分ちょっとこういう感じで左からこう入れていくような感じだと思うんですけど、これちょっとずらしとこれちょっとずらしすぎなんですけど、ちょっと左側あんま分かんないですけど、右の場合はこのぐらいでこう右側に入れて右側にちょっと体重をかけてから平行にしてこうノーズ側を水面にぐわーって入れていくような感じですね。はい。で、ドルインするこれ家で練習するとかっていう人多分結構難しいと思うんで、まあ、この言ってるやり方をちゃんと頭の中に入れ込んで、海でやれるようにした方がいいと思います。で、海だと本当これ一瞬なんで、本当頭の中にちゃんと入れてイメージして海ですぐやれるようにしてもらうことをお勧めします。次に2つ目のポイントなんですけど、まあ、1個目2個目ってきて3個目もこれ全部連結してることになっちゃってて、なっちゃってて、なってるんで、で3つ目は、この乗る位置をこれ普段乗る位置ここだとしたら乗る位置をちょっと前にするっていう、ほんのちょっとなんですけど、なんでこれこの乗る位置をここからちょっと前にするのかっていうと、まあ、単純にこう体重乗せるんで前にずれた方が沈めやすいんで、前がで、これ最初からずらしちゃうとたどり着してる時にさ、ボンズが最初から沈んじゃうんでグーってなっちゃうんですけど、このずらすタイミングがあって、そのずらすタイミングっていうのがパドリングでこう決まっててこう波がかかってきて、本当そのドルフィンするちょっと一瞬の時にちょっとシュッてずらして、さっき教えたポイント1と2に連結させれるようにするとすごくうまくいくと思います。でこれ本当多分最初 やったことない人とかやりづらくて難しいかなってなると思うんですけど、まあ、慣れるとこれすげえうまくシュッていきやすくなるんで、ちょっとそれはもしドルミス苦手な人いたら使ってもらえたら嬉しいです。はい。でこれは本当にその前にずらすタイミングが重要なんで、ちゃんとこうパドリングでスピードつけて波との距離が近づいてドルフィンするぞってなった時にちょっとずらして、この状態でこうやってちょっと立っちゃうんですけど、ドルフィンでずらして斜めにこう入れていく感じです。もうだから今言った 1,2,3 はなんかこう連結させて連動させて行っていくとより効果が生まれるんで、でやっぱパドルしてこうスピードつけないでタイミングだけでやるの最初多分なかなか難しいと思うんで、まずはちゃんとパドリングでスピードつけて、その迫ってドルフィン自体に波が迫ってきた時にタイミングを合わせてやることをお勧めします。で今3つ説明したんですけど、最後に4つ目なんですけど、これはどうなんだろう、みんなやってる人いるのかな、たまにやってる人見ると思うんですけど、僕は結構やるんですけど、こう今前側だけこう沈める説明をしたんですけど、今度ちょっと後ろ側だけに着目して説明しようと思うんですけど、こう前を沈めたら多分みんなこう膝でやる人と人が多いと思うんですけど、僕は結構これ足の指でこう見えます、このデッキパッチのところに足の指を引っ掛けて、でこう、こういった時にこう足の指でこう沈めるようにするのを結構やるんですけど、これ結構できるのがおすすめです。でちょっとこれ陸なんで説明しづらいんですけど、まあ、単純にこうデッキパッチに引っ掛けてこう沈めてこう潜っていくような感じです。でこの膝で多分膝でやる人いると思うんですけど、これどう使い分けるのって言ったら、基本的に僕は気分で使い分けて、まあ、例えばこうドルいっぱいしなきゃいけないコンディションで、いやもう膝疲れたなみたいななった時に足でやろうみたいな、こっちやった方が結構バーってスピードついてたらこうヒュッて
行きやすいんで、楽っちゃ楽今なんで、まあ、なんかこの 足で引っ掛けるのがすごい、なんか疲れてきたら、あ、膝でやろうとか、まあ、膝もぶっちゃけ僕両方こう使い分けてやったりとかもするんですけど、まあ、なんかその時の気分で、あとは大体波の大きさとかによるのかな。波の大きさで、まあ、あまりにもでかいとか、本当ドルフィンできない時もあって、そういう時はもうここに倒れてバーンと潜ったりとかもしますし、その自分が大体どのぐらいのサイズまでドルフィンできるかっていうのは多分皆さんあると思うんで、そこはみんなあのうまく使い分けてできるといいんじゃないですかね。はい、でその波が大きすぎるとそのボードを捨てた方がいいですっていう話もあったんですけど、まあ、それをやるのはすごくいいことだと思うんですけど、あの周りにまず人がいないかちゃんと確認したりとか、あと海入る前にその練習がなんかその古いのって結構切れちゃったりとかもするんで、そういう確認はちゃんとして、まあ、周りに人いた時のことではないんで、あのもしそれで潜って人にバンって行ったとかだと怪我させちゃったりすると結構あの揉めることになっちゃうんで、あのそういうのはあのよく周りを見てあのから潜るんだったら潜るようにした方がいいです。はい、で最後その 1.3.4 をこのまま連結して連動させてやっていくので、ちょっと見てください。パドリングして、はい、ドルフィンしなきゃいけなくなってきたら手ずらして、で、斜めに入れて沈めて、で、最後足でさらに、ボードの後ろ側を沈めてこう出てくる、で、そのまままたボードを持って中心持ってこう向かっていくっていう感じです。はい、皆さんどうだったでしょうか。今回はドルフィンスルーについて、説明させていただきました。で、まあ、本当毎回言うんですけど、あのまだまだ秘密いっぱいあって、まあ、出せてないこといっぱいあるんですけど、まあ好評でしたらまた、今後違うアングルで、例えば、海とか、プールとか、本当今度あの水の上でいろいろ説明できたらなと思っているので、まあ、まずはこの動画を見ていただけたらすごい嬉しいです。この動画が参考になったなと思ってくれた方は、ぜひ周りの人にもね、あのプロサーファーなんかいろいろ説明してるっていうのを伝えてもらって広めてもらえたら、嬉しいです。で、今後またまだまだたくさんいろいろあげたいことあるのでどんどんあげていくので、あのぜひあの動画を見てください。で、コメントなどもどしどし受け付けているので、よろしくお願いします。それでは。